ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師お、始まるぜ。よし、何を作ろうかな。奇遇ね。うん、モニカはここで何してたの？ちょっと歌ってたのよ。たまには聖歌以外も歌いたくなっちゃって。そうなんだ。あ、言っておくけどもう歌の練習は終わりよ。だって誰かに聞かれるのは恥ずかしいもの。でもいつも教会で歌ってるよね。あれは合唱でしょ。一人じゃないから大丈夫なの。それに一人だと緊張するし。緊張？モニカなら歌手にだってなれると思うのに。さすがに歌手は無理よ。私のは所詮趣味だしね。人前に出るのだって恥ずかしいし。いいと思うんだけどな。いいの？それじゃ他に用があるからもう行くわ。またね、ソフィー。あ、うん。結局パメラが何歳なのかわからなかった。こうなったら直接パメラに聞くしかないよね。パメラー。あら、ソフィーちゃんどうしたの？血相変えて。パメラって何歳なの？そう、何歳だったかしら。ごまかさないで教えてよ。そういうつもりじゃないのよ。本当に自分が何歳だか覚えてないのよ。え、覚えてないってどういう。実はね、私って結構前に死んじゃってるの。だから年も数えるのやめちゃったのよね。死んじゃってる？そうなのよ。それってどういう。じゃあカメラって幽霊ってこと？そういうことなのよ。そんなの嘘だよ。嘘だってカメラ普通に喋ってるし歩いてるし。そう言われても死んじゃってるものは仕方ないでしょ。それはそうかもしれないけど、でもどうして。別に幽霊になっても不自由なことなんてないわよ。むしろ便利なくらいだわ。何それ。じゃあ町のことに詳しいのも昔のことを知ってるのも。そうよ、幽霊になってずっとこの町にいるからよ。そうだったんだ。真面目に考えてた私って。ごめんね、隠していたわけじゃないのよ。うん、いいんだよ。私が勝手に気になっちゃっただけだから。これからも教会をよろしくね。うん、よろしくパメラ。こんにちは。ああ、ソフィー、いらっしゃい。あれ、
スさん、いつもより元気ないですね。ちょっとね。私でよければ相談に乗りますよ。ほんと？実はね、弟が風邪ひいちゃってさ、寝ないで看病してたからちょっと疲れちゃって。それは大変ですね。薬とか調合しましょうか？いや、薬はあるんだよ。でも苦いから嫌だって飲んでくれなくてさ。そうか、私も小さい頃は薬嫌いだったな。気持ちはわかるんだけどね、私も好きってわけじゃないし、ただ辛そうで、なんとかできないかなって。どうしたらいいんだろう。ま、もう少し考えてみることにするよ。話してたら目が覚めたし、ありがとね、ソフィー。いらっしゃい。どの依頼を引き受けてくださるのですか？いらっしゃい。どの噂を聞く？その噂でよろしいですか？ありがとう。いらっしゃい。よく。親父の時計を分解して中を見ているんだ。お父さんの時計？そうだ。悔しいが、やはり親父はすごいな。設計も加工技術も一流だ。へえ、ハロルさんのお父さんって天才時計職人って呼ばれてたんだよね。ああ、噂ではお前と同じ年の頃にはすでに職人として名を馳せていたらしい。え？そうなんだ。信じられないよ。なんでも子供の頃から時計を作っていたという話すらあるくらいだからな。生まれながらの天才時計職人と呼ばれるのもうなずける。子供の頃から？さすがにそれは言い過ぎなんじゃ。まあ親父は昔のことを話してくれないからわからないが、この技術の高さを見ると多分本当なんだろうな。ハロルさんのお父さんってすごい人だとは聞いてたけど、そこまでだったなんて。ああ、本当に親父はすごいやつだよ。すごすぎてこっちが霞んでしまうくらいにな。どうだいソフィー、あれから何か常世の戦火の情報は手に入った？ごめん、何もわかんないや。そうか。妖精の森にあるのではないでしょうか。え？思い出したのですが、北の外れに妖精の森と呼ばれる場所があったはずなのです。確かにあるけど、あそこは魔物の住処となっており、ほとんど手つかずの自然が残っていたはずです。もしそれが今現在でも変わっていないのなら、常世の戦火があるってわけか。こうしちゃいられない。ソフィー、妖精の森に行ってみようよ。え？でも魔物の住処なんでしょ？大丈夫、オイラが何とかするって。それに常世の戦火は錬金術の素材にもなるだろう。はい、薬の材料としてとても優秀だったと記憶しています。ほら、
な、行ってみようぜ。はあ、分かったよ。よし、そうこなくっちゃ。大丈夫かな。ここが妖精の森。この森のどこかに常世の戦火が。でもどうやって見つけるの？え？だって常世の戦火は日の光を浴びると花が咲かなくなるんでしょ？咲いた状態がわかるものなのかと思って、うん、オスカーも知らないの？しょうがないだろう。図鑑には閉じた状態のものしか載ってなかったんだよ。そうだ、プラフタは何か知らない？申し訳ありません。私も自分で採取したことはないので、つぼみが閉じた状態のものしか見たことがないです。そんな。おい、常世の戦火さん、返事をしておくれよ。そんなこと言って、草が返事をするわけないでしょ。あ、どうしたの？声が聞こえる。声？きっと常世の戦火の声だ。行ってみよう。あ、ちょっとオスカー。しょうがない、私たちも追いかけましょう。うん。ここ大昔は妖精が住んでいたんだって。採取採取、本当なのかな。ここへ、一生懸命に戦うよ。いくつになっても修行あるのみだ。この辺りから声が聞こえたと思うんだけど。でもそれらしいものは見当たらないよ。それにこれ以上ここにいるのは危険よ。もう戻りましょう。おい、常世の戦火さん。ちょっと聞いてるの？あ、僕を呼んでいたのは君だね。君が。待ちなさい。プラフト？その草は常世の戦火ではありません。別の毒草です。そんな。でもこの子が常世の戦火だって。それにプラフタだって常世の戦火は見たことがないって言ってたじゃないか。なんでわかるんだよ。常世の戦火は見たことがなくても、その毒草は見たことがあるのですよ。かなりの猛毒で、その草のトゲが刺さると高熱で三日三晩は苦しむことになります。でもこの子が常世の戦火だって。それでしたらその草が嘘をついているのでしょう。そんな。人間だって嘘をつくのです。植物だけが嘘をつかないということはないでしょう。今回はもう帰りましょう。ほら、行くわよ。オスカー、この気配、尋常じゃない魔物がいそうね。
探し物かい？それなら僕も手伝うよ。採取採取っと。今日も一日頑張っちゃうよ。あ、モニカ、どうしたの？その、オスカーのことで相談があって。オスカーの？ほら、前に妖精の森に行ったじゃない？あの後から無理してるような気がするのよ。確かにそうだね。なんとかしてあげられないかな。それで、今から話しに行こうと思うの。ソフィーとプラフタもついてきてくれない？うん、わかった。了解です。ありがとう。それじゃあ行きましょう。頑張って、ホジ。この図鑑も随分書き込んだな。もうちょっとで全部埋まりそう。ソフィーがそれだけ調合をしたということですよ。では、レシピを見せてもらいましょう。何か思い出せた？ソフィー、あなたにとっていいことを思い出しました。知識の大釜の所在です。本当なの、プラフト？はい、間違いありません。知識の大釜は英知の門と呼ばれる場所に安置してあります。英知の門、そこに行けば知識の大釜が手に入るんだね。知識の大釜さえあればもっともっとすごい錬金術が使えるようになって、ひょっとしたらプラフタの記憶を一気に取り戻せるかも。ソフィー、ですが今のままでは知識の大釜にたどり着くことはできません。なぜなら英知の門へと至る道は鍵がなければ開かないようになっているのです。鍵？あれ？知識の大釜ってプラフタが作ったんでしょ？どうして鍵なんてかかってるの？知識の大釜さえあれば誰しも容易に錬金術を行うことができるようになります。なので私は釜を使うにふさわしい人物が現れるまで知識の大釜を封じることにしたのです。そうだったんだ。はい、しかしどうやらその人物はついに私の目の前に現れたようです。ソフィー、あなたに鍵の製法をお教えしましょう。え？いいの？はい、あなたならば知識の大釜を有効に使ってくれると信じていますから。プラフタ、とはいえ鍵を作るのは一筋縄ではいきませんよ。それでもよろしいですか？もちろん。そうですか。それでは製法をお伝えしましょう。おぼろ草の花弁に日輪の雫と久遠の流輪を加えること、これが釜へと至る鍵、真理の鍵の製法です。うう、聞いたこともない素材ばっかりだ。だから一筋縄ではいかないと言ったでしょ。釜に至る最後の試験だと思ってください。うん、絶対作り上げてみせるから。あなたならできると信じていますよ、ソフィー。よし、まずは素材について調べないとね。いろんな人に聞いてみなくちゃ。
どれが欲しい？どの防具を作るのかしら。また来てちょうだいね。待ってる。いらっしゃい。みんなでどうしたんだい？そのあれからどうかなって思って。先日の常世の戦火の件で心配してきたのです。ちょ、プラフト、もう少しやんわりと言おうよ。ああ、そのことか。オスカ？オイラ、植物が嘘をつくって言われた時すごいショックだったんだ。オイラはただ植物のことを知りたいと思ってただけなんだ。もっと知って仲良くなりたいって。でもそれはオイラの願望でしかなかったんだな。オスカ、何言ってるの。そんなの当たり前でしょ。え、モニカ、そんなの人間だって同じでしょ。人間同士で話ができるからといってみんなずっと仲良しなわけじゃない。時には喧嘩だってするし嘘だってつく。でもだからってみんなを嫌いになったりするの？それは悩む必要なんてないじゃない。あなたはその植物と仲良くなりたいんでしょ。常世の戦果を見てみたいんでしょ。だったら悩む必要なんてないじゃない。やることは分かりきってるわ。まずちゃんと話してみるの。それでその草がどうして嘘をついたのか確かめるのよ。そうすればきっと何か分かるんじゃないかしら。モニカ、そうだね。オイラとしたことがちょっと落ち込んじゃってたよ。ありがとうモニカ、なんだかすっきりしたよ。それならよかったわ。しょぼくれた顔はオスカーには似合わないしね。それでみんなにお願いがあるんだけど。もう一度妖精の森に行こうでしょ。もちろん分かってるよ。ありがとう。こんにちは、エリーゼお姉ちゃん。あら、いらっしゃいソフィー。今日もクイズやる？今日もクイズあるの？全問正解する自信あるよ。じゃあ少し難しくしちゃってもいいかしら。大丈夫。頑張ってね。それじゃ1問目に行くわよ。すごいわね、正解よ。まだまだこんなものじゃないよ。2問目はどうかしら。正解、当てられちゃったわね。やった、残り1つ。3問目はかなり手強いわよ。残念でした。不正解よ。ダメか。あ、ど、ここだね。ああ、ちょっと話してくるよ。いや、久しぶりだね。この間のことで聞きたいことがあるんだ。君たちはどうしてこの間オイラたちに嘘をついたんだい？何か理由があれば教えてほしいんだ。大丈夫かな。こればっかりはオスカーが話すしかないわね。そういえばモニカもオスカーが本当に植物と喋れるって信じてたんだね。え？まあ正直かなり疑ってるけど、オスカーにとっては
それが真実なんでしょ。モニカはやっぱり優しいね。そうかしら。ふむふむ、なんだって、そうだったのか。わかった、教えてくれてありがとう。どうだった？ああ、いろいろと教えてもらったよ。どうやら彼らはこの森の番人のようなものらしい。番人？うん、この森の奥には貴重な植物がたくさん生息しているらしいんだ。中には今はここにしか生息していない植物もいるらしい。そういう植物を守るため、分かっているものだけが奥に進む資格を得られるわけさ。そうだったんだ。つまりこんな入り口で片っ端から採取する人間は信用が置けないということね。あの子たちもちゃんと節度を守るなら奥に進んで採取してもいいって言ってくれたよ。よし、じゃあ奥に進んでみよう。それからあと一つ、この森はこの子以外にもいくつか毒草があるらしい。そしてそこから出た毒の粉が結構散らばっているらしい。だから歩くときはゆっくり静かに歩いた方がいいんだって。出ないと毒の粉を吸ってしまうそうだ。あ、そうなの？じゃあ気をつけて進まなくちゃ。見落としをしないよう隅々まで探しましょう。あらあら、凄まじい気配ね。ゾクゾクしちゃう。これならが湧きます。さあ張り切っていこう。たくさん取っちゃうよ。いけそうにないかな。結局常世の戦火らしい植物はなかったわね。本当にもう絶滅してしまったのかな。どうやらそうではないみたいですよ。あれを見てください。あれはもしかして。ええ、間違いありません。あれが常世の戦火です。あれが？早速採取しようよ。やめておこう。え？どうして？探してたんでしょ？確かに常世の戦火はいい薬になるのかもしれない。でも声が聞こえるんだ。自分たちはこの森にいたいって。この森で自分たちを頼りにする生き物の役に立ちたいって声がさ。ボスか。だから常世の戦火は見るだけにしてほしいんだ。ごめんソフィー、せっかく手伝ってくれたのに。ううん、そういうことなら仕方ないよ。オスカーの言う通り、見るだけにしておくね。ああ、早速友達になろう。危ない。魔物？あ、常世の戦火が。あんなに大きい魔物が踏んだら常世の戦火が。おい、常世の戦火から離れるんだ。くそ、こうなったら力ずくでも。
これならきっと楽勝だね。湧きませんね。いくつになっても修行あるのみだ。やった倒せた。よし、常世の戦艦も無事みたいだ。見てごらんよ。わあ、近くで見るとやっぱり綺麗な花だね。ああ、オイラ感無量だよ。こんな花があったんだね。普通に生活してたら私一生見ることなかったかも。明るいところだと花が咲かないわけだしな。ねえねえ、モニカももっと近くで見たら。どうしたのモニカ。わからないわ。でもなんだか急にぼーっとしてきて。その症状、おそらくモニカは毒に侵されています。毒の粉を吸いすぎて発症したのでしょう。そんな、なんで急にモニカだけ。わかりませんが、あの魔獣が現れた時にモニカだけが大量に吸ってしまったのかもしれません。
いろんなものが飛び散ったからな。きっと毒の粉もたくさん舞い上がったんだ。毒の効果が出てくるのは遅かったため、今まで気づかなかったのではないかと。あ、他のみんなは大丈夫？どうやら大丈夫みたいだ。特に変化がないようですから、モニカだけのようですね。モニカ、どうすればいいんだろう。常世の戦火だ。え？常世の戦火たちが言ってるんだ。自分たちに任せてくれって。モニカのことを助けたいって。確かに常世の戦火を使えばモニカを治せる薬は作れますが、さすがに釜がないと調合はできません。大丈夫、そこはオイラが煎じるよ。錬金術はできないけど、薬草の調合ならできるんだ。わかりました。ではひとまず安全そうな場所にモニカを運びましょう。ああ、モニカ大丈夫かい？ちょっと下ろしなさいよオスカー。いいから黙ってろよモニカ。あんまり騒ぐと毒が早く回っちゃうぜ。だからってなんで運ぶ必要があるのよ。少しでも楽な体勢になった方がいいだろ。それはそうかもしれないけど。待ってろ、すぐにオイラが煎じて薬を作るから。大丈夫さ、オイラたちを信じてくれよ。オイラたち？そう、オイラとソフィーとクラフター、それに常世の戦火やここの植物たちさ。モニカ、具合はどうだい？すごく楽になったわ。ありがとうオスカ、もう大丈夫よ。そっか、これでもう安心だな。よかった。じゃあ少し休んだら帰ろうか。いや、ちょっとだけ常世の戦火を採取してからにしよう。え？でもさっきは採取しないって。常世の戦火がさ、もっといろんな人の役に立ちたいって言ってくれたんだ。さっき助けてくれたお礼だって。そうなんだ、ありがとう。よし、じゃあもうちょっと頑張ろう。よし、アトリエに帰る。